どうもこんにちは、 GT Max ガジェット豊です。今回紹介するのはこちらのサウマダイレクトのランバーサポートになります。 GT Max、 これはね、椅子に取り付けて作業中のね背中をサポートするもんですね。買った理由っていうのは、このタンスの弦の椅子っていうのが背もたれまでに距離があるんですよね。なので背もたれに寄っかかりながら作業していると姿勢が悪くなりがちなんですよ。もともとね、ついてるランバーサポートがあるんですけど、背中がだいたいこの辺にあるとしたら、ランバーサポートここなんで、ここからここまでね、距離あるんで、あんまり効果感じたことないんで、使ってないんですよね。AK レーシングとかそういうね、ゲーミングチェアに座ってみて、どんな感じかっていうのを試してみたんですけど、意外とこのゲーミングチェアって、ここの座面が小さいんですよね。だから座ったところと背もたれまでの距離が、そんな距離ないんで、座りやすい感じだったんですよね。やっぱりゲーミングチェアって考えられて作られてるんだなっていうのが分かりましたね。以前使ってた椅子も100均で買ってきたランバーサポートっぽいやつをね使ってたんですけど、それを使ってたらやっぱ楽だったんで、今回ねサマーダイレクトのランバーサポートをね買いました。早速組み立ててみましょう。取り出すとこんな感じですよね。これが背中に当たる部分ですね。でこれは台と椅子に取り付けるためのベルトですね。最後に取り付けるためのノブとネジが入ってます。組み立ててみましょうね。ここに5段階の穴があるんで、ここにね高さの調整ができますね。はい、完成ですね。こういう感じになります。でここに背を入れると、こうやってねバネで背中に合わせて動かしてくれるみたいな感じになりますね。サポートはこれメッシュ素材なんで通気性が良くて蒸れなくていいですね。これ裏見ると分かる通り、取り外して洗うこともできます。ちょっと謎なのが、ベルトが表側にくっついてるんで、取り付けづらいなと思いながら見てるんですけどね。これをここに取り付けるような形になりますね。重さですが約 2.5kg あるので、まあ、結構ねちゃんとした作りになってるんで、耐久性の問題とか安心できそうですね。早速取り付けてみましょう。まずベルト外して こうやってくっつけるような感じ。そうするとこういう感じになりますね。ちょっと座ってみましょうね。ちょっと高さも調整しないといけないんだよ。あーでもまあこの高さでもいいかな。そんな悪くねえな。気持ち高いと楽かなってぐらいで、まあ、高さそんなに問題なかったっすね。まあ、ちょっと上げてみっか。少し高さ上げてみました。座ってみましょう。あーちょうどいいなこれ。あーでももうちょっと上でもいいかな。今だいたいこの辺の位置まであるんですけど、個人的にはもうちょっと肩甲骨ぐらいまで当たった方が楽かなって感じしますね。今悪くはないんですけどね。でもうちょっとね調整してみますね。一番真ん中の設定にしてみたんですけど、これ結構いいですね。で思ったのは、3番目より上にすると、一番上の高さのやつから2番目のところはベルトがちょっと邪魔しちゃってるんで、そこは設定できないんで、もうあとそうなったらランバーサポート自体の高さを変えるしかないんですよね。こういう感じで、まあそうするとね、絶対ズリズリ落ちてくると思うんですけど、あ、やっぱちょうどいいな、そこ。そうすると楽ですね。今も、こういう感じで入ってますけど、まあやっぱ楽ですね。全くないよりかは全然姿勢楽ですね。気になる点があるとすると、重さがね、2.5kg あるので、しっかり作るとあると思うんですけども、サポーターを動かす部分がやっぱバネなんで、金属疲労で壊れたり、バネの力がいつなくなるか分かんないので、基本的にはもう消耗品として考えた方がいいと思います。まあ、1年以上使えれば OK かなみたいな感じで考えておくといいと思いますね。今回はサウマダイレクトのランバーサポートを紹介しました。椅子の座面の奥行きが深すぎて、いまいち背もたれに座るとしっくりこない人とか、あと座ってる時のね姿勢に気をつけたい方はね、このサウマダイレクトのランバーサポートをおすすめします。以上です。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。